こんにちは、柴田です。今回は P90 一発のレスポールをレビューいたします。めちゃめちゃ男らしいですよね。かっこいい。こちらですね、エピフォンのレスポールなんですけれども、最小限まで削ぎ落としたという風な感じのレスポールになっております。パッと見はですね、めちゃめちゃ驚きな感じだったんですけれども、ここまで奇抜だということはやはりですね、シグネチャーモデルだったんです。ジャレット・ジェームズ・ニコルズさんなんですけれども、この方ですね、めちゃめちゃかっこいいです。ピックアップ一発、例えばですね、これでハムがついていて、スーパーディストーションが乗ってたりすると、ちょっとゴリゴリ系なんだろうなっていう想像はつくんですけれども、ここまで削ぎ落としてるんだけど P90 一発って、これはね、どういうスタイルのギタリストなのかっていうのはですね、めちゃめちゃ気になるわけですよ。そのジェームズ・ニコルスなんですけれども、なんとですね、ピックは使用しないんですよ。指で弾くんですけれども、スラップっていうわけじゃなくて、まあ、チキンピッキングなんかを多用しながら、ゴリゴリのリフもね、親指で弾いてしまうと、マジかというようなプレイスタイルで、めちゃめちゃ上手な人です。この P90 一発のレスポールのですね、トーンをめちゃめちゃ操るんで、このね、ボリュームトーンをですね、こう巧みに操りながらいろんな音を出すんですよ。 YouTube リンク貼っとくんで、ぜひぜひご覧ください。なんとですね、これご本人もね、エピフォンを使用しておりまして、使用はね、一緒みたいです。これね、オールマホなんですよ。トップにメイプルはないです。なのでね、若干アーチは低めかなというところで、ネックはね、ゴン太、めちゃめちゃ太いですね。そしてエボニーの指板に P90 一発、これはね、弾管が乗っております。で、ボリュームとトーンでバーブリッジ、めっちゃかっこいいですよね。本当にシンプルイズベストな感じなんですけど、生音ね、やっぱ響くんですよ。原振動がね、しっかりしてるというか、やっぱピックアップがね、1個しかないんで、引っ張られない、しっかりと揺れてくれる、磁力で引っ張られてないんで、すごい、これめちゃめちゃ鳴るなという風な感じです。これね、オールマホっていうのもね、いいっすね。色がね、またね、なんかこう想像をかきたてるような感じでございます。で、ペグはね、グローバーで、シグネチャーがありまして、裏にサインがございます。本人もね、エピフォンっていうところがね、いいっすよね。ではクリーンからいきます。おお、カラッとしてる。まあ、レスポールスタンダードのようなボフッとした感じは全然ないですね。トーンを絞ってみましょうか。ここで音色をね、変えていくんでしょうね。人が使うやつだな。なんかほんとギリギリまで削ぎ落とされてるから、ちょっとね、勉強になりそう、これ使うと。そうか、リアだけでも、こうやって遊ぶんだぜっていうのをね、ちょっと考えさせられますね。そうですか、そうですか。うん、クリーンでこんな感じなんで、オーバードライブかけるとね、ちょっとジャキッとしそうなイメージではありますけど。
感じですよね。必要ですね。でもいろいろ考えさせられるところはありますよ。ボリュームとトーン、これだけでね、どこまでやれるかっていうところと、あとご本人はね、指なんでね、そこら辺のニュアンスもまたピックと違うし、男一発系な仕様に見えて実はめちゃめちゃ繊細なギターだったという風な結論でございます。いや、めちゃめちゃ勉強になりましたね。まあ、これでなんかレスポールスタンダードももっと面白さの幅が広がるというか、スキルを磨きたい方にもおすすめの一本でございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。